マレーシアエストの紳士の商品担当をします中村と申します。今年でマレーシアに来て4年、今までマレーシアになかった日本のいいものを、現地のお客様に伝えるべく日々奮闘しております。最初のリーボックはやっぱポンプフューリーですね。90年代やっぱりスニーカーがすごく盛り上がった時期に、あのデザインはすごく斬新でした。でその後もやっぱり未だに一番好きなモデルって言ったらポンプフューリーになると思います。スニーカーはまあ、あのカジュアルとかストリートだけじゃなくて、やっぱりちょっとクラシックなかしこまった場所とかで履いてもまあいいのかなっていうのを最近すごく思ってることですね。あの形にはまることなく自由でいられるっていうのはすごく、まあ、スニーカーの持つ大事な、要素かなって思います。 This is classic.